CAD オペレーター向け親子たち情報チャンネル CAD オペチャンネル。このチャンネルでは CAD オペさんに向けてスキルアップ情報をお届けしています。お届けするのは私、建設のアナザーです。今回のお話はこちら、デビットで構造解析はできるのかどうかっていうところですね。デビットで構造解析はできるのか、レビットで構造解析の入力っていうのは可能なんですが、現状のレビットのみで満足いく構造計算はできません。入力した解析データを一貫計算ソフトへ移行する術もないです。レビット単体でできるっていうのは、物理的な構造を示すビュー内での構造モデルを作成すること。構造モデルは一連の作成図面と考えることができます。構造モデルを作成すると解析モデルも同時に作成されます。ですから、このモデルを作ると同時にこういうモデルは作成できます。簡易的にであれば、解析のチェックを行うこともできます。確かに簡易的です。はい、で解析中立区もあります。ただし、これはサブスプリクション契約が必要です。そうですね。ストラクチャルアナリクス4オートディスクレビットっていうところですね。そちらのデータへ展開するというところでですね、構造解析を行っていただくということになります。はい、アナリクスですね。アナリクス行くとこういうところにもう少し詳しくできるかなと思います。作成方法がわからない、操作が不明の場合には公式 LINE ご登録の上お話しください。ではまたね。建設のアナザーはノート YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。ではまたね。